皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。今日はですね、ちょっと僕のアルトワークス君と、嫁さんの S660 君のちょっと気になるところを点検してみたいと思います。点検といいますか、確認っていう方が正しいのかどうかちょっと分かりませんが、ちょっとカメラを傷つけないようにちょっと置きます。よいしょ。なかなか難しいもんですね。よし。これ S660 君の、エンジンであります。リアにエンジンがマウントされ、リアミッドシップ、リア駆動ということであります。さて、何を点検するか、確認目視点検というやつですね。ここにエンジンオイルを入れる、エンジンオイルフィラーキャップというのがあります。オイル交換した際、ここから新しいオイルを入れたりするんですけども、わかった、ちょっと待ってください。よし。ちょっとこれのキャップの裏側なんかをちょっと見たりするんですけど、大丈夫ですね。何が大丈夫なんだ。はい、これ後ほど説明したいと思います。エンジンオイルを入れる口も、大丈夫ですね。大丈夫です。何が大丈夫なの？はい、もうしばらくお待ちください。よし、 OK。 あと次にちょっとついでにちょっとエンジンオイルの量でも見てみますか。こぼさないようにというかね、あんまりね、オイルをポトって落とさないようにしたいもんです。よいしょ。わあそれ後で拭きます。やばい、落ちる。S6 君のエンジンオイルの汚れっぷりであります。はい、オイル交換してどれぐらい、もう4000キロぐらいですかね。4000も走ってんの。いや、もうスパナマークがつくまでもう放置プレイです。本当早めに交換した方がいいんでしょうけどね。はい、で、拭き取って、そして適正なオイルの量を見るんですけども、よし、うわ怖っ、なんかいっぱい入ってますね。はい、そうなんです。実はですね、ちょっとこぼしちゃった。ちょっと車が僕の家ちょっとスロープかかってまして、ご覧のようにちょっと車がちょっと前下がりになっておりますので、正しいエンジンオイルの量っていうのはちょっとこの状態では確認できません。水平な場所で、やるのが正しいです。ですから今の、エンジンオイルの量の確認はですね、ちょっとこれは参考になりませんが、今ちょっと僕は気になっているのはこのフィラーキャップです。じゃあ次、僕のワークス君、ワークス君はここになりますね。ちょっとキャップを取っています。大丈夫ですね。あとオイルを入れる口も特に問題はありません。はい、実はですね、エンジンオイルって水分が混入すると白く、乳化、牛乳の、のような白い、ものが、キャップに付着したりとかします。俗にエマルジョン化っていうんでしょうか、エマルジョン現象っていうんでしょうかね。油と水を混ぜると白く混濁してくるって言いますか、白く牛乳のような、そんな感じに、なってきます。これがね、実はエンジンオイル、これも、やはり、水分が混入すると、
まあ、乳化現象、まあ、エマルジョン現象って言いますかが、まあ、起きます。それが起きる原因っていうのは、そうですね、まあ、これからちょっと、整備マニュアルを見ながら、やっていきたいと思います。寒いな。はい、マイナス7度です。まだマイナス7度なのか。はい、北海道の冬はまだまだ続きます。さて、ここにちょっと、これあの鈴木さんの、まあ、整備所サービスマニュアルっていうのがあるんですが、ここにですね、まあ、点検方式というところで、まあ、このようにシビアコンディションの判定というのがあります。鈴木さんの場合は ABCD という4項目で、示されております。まあ、こういう感じですね。 A、まあ、悪路、土板、凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路等、また B は、走行距離大、まあ、2万キロ以上1年間、走行する場合とかですね、まあ、A であれば、走行距離の 30% 以上が次の条件にということで、運転者が体に衝撃、突き上げ感を感じる荒れた路面、あれちょっとワークス君って純正であのカヤバのショックアブソーバー、あ、カヤバのあのサスペンションなんか常に突き上げ感感じてましたね。該当するんでしょうか。あと、まあ、石を跳ね上げたり、まあ、輪立等により下回りを当てたりする機械。そうですね、北海道であればね、やっぱりあの車の下回りガサガサって擦ったりとかするんですが、まあ、あくまでも雪なのでね、どうなんでしょうね。あと埃の多い路面とかですね。で、あと、まあ、走行距離はまあ2万1年間2万キロ以上とか。あと C、 これ山道、これは登校半道っていうんですかね、まあ、上り下り、まあ、山道峠とかそういうところですかね。走行距離の 30% 以上が次の、条件に該当する場合、上り下りの走行が多く、ブレーキの使用回数が多い、まあ、ということでブレーキのこれ摩耗ですね。はい、ブレーキパッドがすぐなくなったりとかで、これです。で、短距離走行の繰り返し、1回の走行が 8km 以下が多い場合、はい、鈴木さんの方はこのように、判定しております。実はあのこれ、僕のアルトワークスに、まあ、車検証と一緒に、常時携行ということでメンテナンスノートっていうのが、これもう皆さんアルトワークス君というよりも、車と車検にあります車検証とこれ確かセットで、あるはずあります。でこの中で、まあ、ちょっとこの場合は9ページに、シビアコンディションの条件ということで、もうほぼ、これは整備所整備マニュアルですね。サービスマニュアル、これあのもう本当に、自動車整備工場に、まあ、ある本と、内容がほぼ同じことを記載されております。じゃあ次、本田さん、このようにメンテナンスノート、常時携行となっております。これは嫁さんの S660 です。シビアコンディション条件というのがあります。まあ、厳しい使われ方、シビアコンディションをした場合という感じですね。はい、条件的にはですね、本田さんの場合は ABCDE まであります。はい、まあ、低速走行が多い場合、アイドリング状態が多い場合、北海道の冬は寒くてですね、嫁さん15分から20分間アイドリングします。D、短距離の繰り返し走行が多い、目安8キロ以下、あ、これはあの鈴木さんと一緒ですね。はい、8キロ以下同じですね。はい、これがですね、実は嫁さんの車 S660、通勤で片道約4キロぐらいしかありません。ということで目安8キロ以下をもうということで、これ D に該当します。
また E もアイドリング状態がこう多いので、これも該当します。あとはまあ山道とかね、まあ、ドライブ行ってるぐらいの最中は別に問題ないんですが、まあ、仕事なんかで毎日乗るっていうんであれば、まあ、C に該当する車もありますが、今のところ、僕のワークスも S660 も該当しません。あと走行距離が多い、うん、これも同じですね、1年間2万キロ以上、うん、そうですね、まあ、ここもまあギリ、該当しません。まあ、ここはね、これも同じような、鈴木さんとほぼ同じような、内容が記載されております。運転者の体に衝撃、 S6 君のサスペンションって本当によくできてて、そんなにね突き上げ感って感じないんですよね。でもねコーナーリングってね、嘘みたいな感じでコーナーリングしていくんで、不思議だな、ちゃんとよく足回りできてんだなって僕は思ってるんですが、まあということで、シビアコンディションというのは各メーカーで、まあある程度まあちょっと示されておりますね。鈴木さんは ABCDホンダさんは ABCDE という形であります。で、まあ、ここまでが、常時傾向、まあ、オーナーズマニュアルと共に一緒に、まあ、ある、ものなんですが、さて、こちらはもうプロフェッショナルユースの本であります。まあ、シビアコンディションの判定をもとに、こういった点検方式、まあ、一覧というのがあります。で、まあ法定点検、まあ1年点検、12ヶ月点検とか、あとは車検ですね、あとは、まあ、メーカー指定項目っていうのがありますが、ここにシビアコンディション、結構もう厳しい、条件下のもと、使われている車に関しましては、本来省略できる部分が追加になります。例えばステアリングギアボックス取り付けの緩みというのは、通常の走行であれば特に問題ないんですが、シビアコンディションの場合はやりましょう、1年ごとになりますとかですね、まあ、こういった感じで、さらに細かく、項目が出てきます。まあ、ホースパイプ類とかですね、まあ、もちろんブレーキもシビアコンディションの場合は、結構これ自家用車感じでは6ヶ月ごととか、結構ねシビアコンディションになると結構点検の内容が多くなって、しかも、点検周期が短くなります。まあ、こういった感じで、まあ、昔、細かく整備してましたね。はい。まあ、お客さんの使用頻度とか、まあ、走行距離を見ると、大体あ結構もう距離乗られてるんだなとか、やっぱり、営業車とか商用車なんかはね、やっぱりこういった結構厳しい、使用条件に該当する車が多いです。さて、先ほど僕が、見ました、エンジンオイルの、まあ、キャップ、あ雪降ってきた、この裏をなんで見たかと言いますと、まあ、先ほど言ったエンジンオイル、水分が混ざると白くなりますよと言いましたが、これエンジンオイルの、温度、油温ですか、これが、まあ、重要になってまいります。もちろん水温も、まあ、それにちょっと兼ね合いがあるんですが、やっぱりねマイナス気温の中で、氷点下の中で、まあ、アイドリングをずっと続けると、また嫁さんのように、まあ、片道4キロぐらいで、もうエンジンを止めてしまうような、まあ、乗り方をすると、エンジン水温もこう規定の水温に上がることなく、ということはエンジンオイルの温度も、規定の温度に上がりません。まあ、エンジンオイルの中に、まあ、混ざり込んでしまった水分、これはある一定の、油温に達しますと、まあ、水分だけ蒸発してですね、まあ、水気がなくなるということで、エマルジョン現象を防げるんですが、まあ、本当にもう毎日片道4キロを繰り返すような、しかも氷点下の中での走行はですね、やはり、エンジンオイルの中に、まあ、混ざり込んでしまった水分が、まあ、なかなか蒸発せずに、そして、まあ、乳化現象、まあ、エマルジョン化ということで、ちょっとエンジンオイルが白く、まあ、濁ってしまうという、
そういったあの現象がね、発生する可能性が高くなってまいります。僕のワークス君は通勤で片道10キロなんですが、まあギリ該当するのかしないのか分かりませんが、それでちょっと、まあ手っ取り早い、エンジンオイルフィラーキャップの項目、部分をちょっと確認してですね、エンジンオイルが、まあ、乳化エマルジョン現象を起こしてないかなっていうのを、まあ、確認したところであります。さて、まあそうですね、それを対策するっていうのはもう先ほど言ったように、あのもう本当に毎日短距離しか走らない場合ですね、そういう場合はたまになんですがちょっと長距離走行、まあちょっとドライブに行ってみたりとかですね、そうやって一度あのエンジンの、まあ、オイルの温度をきっちりと上げてみたりとか、まあ、それでもダメな場合は、まあ、こまめなエンジンオイル交換とかそういったことになるんでしょうね。はい、特にね、もう S660 くんなんか外気温が氷点下での、繰り返し走行が多いと、もう完璧に、僕の嫁さんの S660 はシビアコンディション条件下にあります。はい、でということで、あのまあね、たまになんですが、まあまたちょっと、まあ、雪路面もこういった滑りやすい路面なんですけども、まあ、少しでも天気が良くてね、路面状況がいいかなっていうふうにしたら、まあ、ちょっとドライブに出かけたりとかしてですね、もうもちろんバッテリーもですね、エンジン始動して、短い距離でまたエンジンを止めてしまいますので、バッテリーの充電する時間も短いですから、バッテリーもまあ消費する、一方でなかなか充電もしっかりできないということも考えられますので、まあこういったシビアコンディションに該当するという、車はですね、まあ特にはそんなにね神経質になる必要はありません。あ、やばいなこれ俺のも当たるじゃんとかいうふうな、方もですね、まあ特段そんなに神経質になる必要はありませんが、まあ今みたいな形でちょっと見てあげたりとか、ちょっとだけあの注意してあげれば、まあある程度防げるような内容であります。はい、そんなにあの大きくね、まあダメージが出るというわけではありませんが、まあここはあのまあ一つの、まあ、情報というか、そういった形で、まあ、あの認識していただければいいのかなって思います。まあ、点検とか整備っていうのはね、やはり、大事な項目でありますが、まあ、こういった内容がありますよというのを紹介しました。はい、僕もそんなにね、気には、してません。たまに、ちょっと見てる程度です。エマルジョン現象っていう言葉ですね。あとですね、そうですね、ギア油なんかも、まあ、実際に本当はちょっと気をつけなきゃいけないんですが、ここはもう車検整備ぐらいのスパンでいいのかなって僕は思ってます。元僕もあの自動車整備員でしたので、たまにですがごく稀に、ギアボックス、トランスミッション、またはデファレンシャル、トランスファーとか、そういったあのギア油関係もですね、たまにあの白く乳化してる車もあるんですが、もうそんなのはもう交換してあげればすぐに終わります。そんなにね、細かく、こまめに、まあ、気にする必要はないかなとは思いますが、まあ、参考までに、まあ、見ていただければよろしいかなと思います。あと、まあ、ちなみに、まあ、そうですね、まあ、こういったこういうサービスマニュアルにはこのような用語の説明とかこうあります。ちょっとこれゆっくり、やっていきますので、気になる方は、ちょっと止めて、見ていただければいいかなと思います。ビフォートップデッドセンター、これピストンの圧縮上支点という意味だったりとかですね、まあこういった言葉があります。 CPU とか、ダブルオーバーヘッドカムシャフト、まあ、こういった用語もちょっと載せておきますので、まあ、ちょっと気になる方は、まあ、
そうですね、暇つぶしに見ていただければいいのかなって思います。あ、ピッチサークルダイヤ見た。これピッチの円直径ということで、これ BCD、 これね、ホイールのね、ホイールナットの、あの対角線上の距離を言います。 BCD が100だったり、 BCD が113.4 とか、そういった、ことですね。プリテンショナーとか、これシートベルトです。SRS、 これエアバッグですね。あ、ということで、まあ、ちょっと最後に、まあ、用語集なんかもちょっと載せて、あの、おきますので、まあ、ちょっと参考にしていただければよろしいかと思います。こんなの知ってるよ。そうですよね、もう皆さんの方が詳しいです。はい、最後にちょっとオチではありませんが、今僕こういったパーツが、あるんですけども、なんだこれ、はい、レイルって書いてんの、結構 でかい。おっと、アンダーパネル、スズキアルトワークス HA36S、 はい、いつつけようか、いつつけようかな、寒い、寒い、ジャッキアップできない、ガレージジャッキ持ってない、うん、どうやってつけようか、うん、友達の家に行ってみようか、どうしようか、まだちょっと寒さと、雪と、そういった条件下で僕自身がまだこれをつける、覚悟と、準備ができていないというところであります。はい、ワークス君のパーツであります。早くつけたいな。それではまた。